変なノリ。ピース。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは。今日は。結構寒くないの。いや、一番長いです、これ。ディーゼル、ディーゼル、お気に入りのディーゼルの洋服着てます。うん、今日からビス始まったけど絶望的あ、今日はお仕事して収録、番組の収録をしてから、今日は夜公演、私は怪獣の夜公演やってきました。すいません、ビスらしさこれっぽっちもないです。寒くない？うん、もしかしたらちょっとしたら寒いって言ってるかもしれない楽なのよこれ、すごく。お疲れ様です。ありがとうございました。あー、確かにノースリーフに見え、確かにね。こうやってこういう感じがあるので大丈夫ですよ。いつも洋服破けてる。ランク6位まで10、100、1000万、10万、100万、何人いるんだ、何人いるんだっけ、もっといなかったっけ、1、2、3、4、8とか、何人だ。え、じゃあまださ、今日初日だけどさ、まだ配信やってない、私もしかしてピリピリちゃんまあだろうけど、あ、 8？ え、でもまだやってない子がいるのかな。ああ、そうなんだ、なるほどね。私ビリで終わりそう。上だこの期間はもう本当にもう楽しく楽しくやろう。ごめんね、ちょっとあんま見せられるあれじゃないので、ちょっとごめんなさいね。マスクしてるんですけど、すみません。うまいことかぶりましたね。とってもうまいですよね愚痴じゃないよ。そう、今日、そう、おだいりとみゆが見に来てくれました。嬉しい。来るかもみたいなことをさ聞いてたからさ、でも探せる時間がない全然わからなかった。とうことみじかだよ。なんかいつも喋ってるけど、今日自分がこうやってる役としてさ、ステージに立ってたからさ、終わった後にさ2人見たらさ、あーって遠くと身近だと思って、うるうる来ちゃった。いつも待ってるのにそう、なんか嬉しかった明後日もあんだけどねうん、今日もちょっとだけ話したけど、でも詳しくはあんまり聞けなかったから、会った時にいろいろ聞きたいですね。
遊びに来たよ、いらっしゃい。ヌルタウシの確かにそう、なんかね、ネオンキッズが自分の中では一番最新だから、そういえばヌルタウシュナのコンビだったの忘れてた。そういえば、そういや、そうだ。っていうかさ、なんか、あ、なに？あ、落ちるよ、今。あ、何話そうとしてるか忘れちゃった。ピンクのマスク似合う。これファンの人が送ってくれたつよつよマスク。横見るとあんまり、あの、顔の形ともしかしたら違うかもしれないから。あ、そう思い出した。これ結構これさ、あの、こっそりやってるつもりだったのにさ、舞台一緒にこう立たせていただいてる共演者のことにさ、昨日ショールーム見てたよって言われてさ、ちょっと恐怖なんだけど、どうして見つかっちゃったんだろう。ショールームやってるのかな、みんな。え、これ本当にこっそりやってるつもりだったの、私。みんなとみんなしか知らないと思ってたのに、なんで見つかっちゃったんだろう。なんでだ。え、どうやって知るんだろう。不思議じゃない。なんで見つかっちゃったのかなって。愚痴言えねえじゃんとか。嘘、ありませんよ、愚痴なんて。あるわけないじゃないですか。いや、本当にない、冗談ないっすよ。へへ。私の名前で検索したら、なんで自分の名前じゃないやろ、そしても。恥ずかしいですね。もし今見てくださってたら、もう速攻退出してほしいですね。恥ずかしい。やめてー。コメントください。今見てるかな？見てないと思うけど。今茨城県います。なんでお仕事？いいっすねー。今日の服のポイント？大胆にここの袖がないところ。寒くない？今は大丈夫。明日仕事がお休みになりました。やったじゃん、おめでとう。何するの？いいね。なんで休みになったの？会社なくなったか？会社大丈夫か？なんで仕事なくなったんだ、気になるな。いい休みなのかな、大丈夫かな。明日仕事休み？もうそんなの渋劇来るしかねえじゃん。明日はお昼と夜にやりますね、バージョン違いで。
早く寝なくちゃ。今日行きかけたよ。なんでかけちゃったの？そのまま来ればよかったのに。あ、プリリン、くまちゃん投げてくれた。わーい、嬉しい。わーい、わーい、わーい、嬉しくて嬉しくて踊ってしまった。私の演技がす、あ、今日のやつ見てくれたってこと？わあ、嬉しい。喜びの名前。あ、デッチちゃんもクマちゃん投げてくれた。嬉しい。ありがとう。大丈夫か、お疲れか。いや、そんな疲れてないです。でも体が痛いです。そんな疲れてないんだけど、あちこち痛い。痛い。ねえ、勲章がぶっけて痛いって感じです。激しめ。すごい寒くないかって心配される。多分ここしか映ってないからだよね。いや、こういう風にやってればいいかな。これで心配されない？1日2公演は辛い？いや、逆に2公演あった方が温まるって感じ。逆にね、1公演の方が大変。アップとか、私結構そういうのしないとできないタイプだから困っちゃう。です、なんか違う別のお仕事挟むとなんかね、テンションが引きずらないけど作るのが大変タイプ。ドレッサーショーで意識すりゃぎなったことありますか？そんなないかな。別にレッスン着とかも別にそんなさ、みんなのためにやってるわけじゃないし、自分がこうモチベーション上げたくて、そう、自分の気持ちを高めるためにおしゃれして、おしゃれっていうか自分が好きなテンション上がる格好をしてるだけだから、そう、今日私の見に行ったんで。そうだよ、嬉しいよね。あ、それで思い出した。ほんとさ、渋谷さ、ほんとに人多くてさ大変でさ、私はもうね、ずっとね、レーベが、レーベっていう曲があったんだけど、それを聴きながらあの交差点とか歩くと結構ゴリゴリにあの交差点を渡れるなって自信がつきました。もうこれからずっと渋谷行くときはレイビを聞きたいと思います。おどおどしないよ、あの曲を聴きながら。ずっとレイビ聴いてるから。苦手っていうか、あの気持ち強くしないと前に進めないよね。なんかあそこ歩くと性格がイケイケになります。もう風切っちゃうんだから。やだ、ちょっとすごいクマちゃん投げてくれるじゃん。やん、てっちちゃんありがとう。本当にあり、本当にありがとうね。申し訳ねえ。
買う予定じゃなかったけど、終わったら T シャツ買ってくれたの。えー、嬉しい、ありがとう。そう、見てもらえればなんかちょっとイラストのなんかほんのちょいちょいこうニュアンス伝わるのかなって感じ。そう、ちょっと今歌詞とかは言えないけど、そういうのにこうちょっとフレーズをもらって、それでこうなんていうかちょっと入れてみたりとか。俳優さんと仲良くなった？あ、一緒に出てる方たち？でもまだプライベートなこうっていうお話とかは全く。やっぱなんか相談、なんかこれってこういう言い方した方がいいんですかねとか、なんか歌のこととかなんかアドバイスをもらったりとか。そう、でも頑張ります。はい、閉じこもってはいけないので。え、すごいすごい努力してるよ。頑張ってるよ私。そう、いつもとはちょっといつもみたいなスタンスでは良くないので、頑張って皆さんとこう仲を深められるように努力はしてるけど、でも席が一番端っこで話したい人たちとめちゃめちゃ遠いので全然話せる、物理的に話せる環境じゃない。余裕ないんですよ意外と、時間に。もう自分の用意してたらもう終わっちゃう、すごい。はあ、はあ、それ面白い。面白い。壁を作って、え、作ってない作ってない、作ってちゃダメでしょ、だって。はあ、いやでもいい、もう今回まだいいよ。だって前回さ、ご一緒させてもらった方とかがいたり、そう、ゆうなとあやねもいるからさ、その丸尾さんとかもね、こう今までこう一緒に作ってきたとか一緒に活動してた人たちがいるからいいけど、これから本当になんか本当に知ってる人が全然いないみたいなとこ行くとき本当に、頑張れ自分という感じです。兄ちゃんは誰にも近づかないだし。私のこと好きだね、ありがとう。ラブ。ちょっとしたこれが痛い。なんでここやるのよ。もうピーターパンの時どうした？ピーターパンの時はすごい皆さんが大人だったし、皆さんがもう前年度にやられていたので、もうカンパニー自体こうもう出来上がってて、その中のその輪の中に入らせていただくって感じだったから、迎え入れてもらえたって感じだった。海賊さんたちとかが本当にすごいムードを作ってくれて、そう、フック船長とかもすごい優しくしてくださって、緊張し、緊張はしないけど、ピーターパンの時のりんちゃんすごくす、でも私も好き、あんなに可愛い女の子をやることは今までなかったので、もう大体私はなんかもううれーって感じの やってるので。いいよねウェンディーちゃん、かわいい、大好き、ピーターって感じだもんね、ちょっとね、素敵って感じ。今はとか今までとかはもううれーみたいなのが多いです、私は。
笑ってる笑ってる。オーラ合ってるでしょ。そこまでウラでしたっけ。え、ウラって感じじゃない。そこまでウラじゃない。そうそう、なんかダークジみたね。てか今の私でレイビやりたいわ。どんだけレイビ好きなんだよってね。ナンバーワンですからこれ、持ち曲。今度劇場で歌ってよ。いいの歌って。秋元さんが書いたやつじゃないけどいいの。近いファミリーの披露恥ずかしすぎる。それは。トラムだけ持ってやすさ。あれ、よくわかんなかったっす。よくわかんなかった。あんってなっちゃった。これ見た人にしかわかんない。あんってなった。はいって。なんだったんだろう、あれ。今日、たくみさんに、雷の、お会いしたので、そしたらなんかそういつも相談してるんですよ。そう、今日石田さんにちょっとある相談をして、そう、そしたらごめんね、見た人にしかわからない話しちゃうんだけど、そしたら今日お二人がなんか雷コントやってた。あ、そう、ミラモンの今日収録があったんですよ。そう、関根さんと石田さんに今日はお会いしたので、回れ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 、あれですね。いや、ほんと、うまくて笑っちゃった。上手すぎて。こんばんは、こんばんは。今日ギャル感強い？あ、そう？あ、確かにそうだね。いけいけーい。あ、ジジやってきた。ジジありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。テレビと舞台どちらが好き？私そんなテレビ、バラエティってこと？ドラマ一つしか経験してないからわかんないけど、でもやっぱテレビとかはね、もし出られ自分がもし出てたとしたらさ、まあなんていうか、つけたら見てもらえるっていうあれがあるからさね、画面上、画面を通してほんとたくさんの人に知ってもらえるか、知ってもらえるチャンスとか、そういういろんな人に見てもらえるけれど、私は今はもちろんそういう方にも進みたいなと思ってるんだけど、でも舞台ってやっぱり目の前で見てもらえる、その生で、生だからこそいい、なんかその迫力とか
出来事がその目の前で起きているみたいな。私はすごいそれを直接あのファンの方とかあのお客様に見てもらえるのはすごい、まあ、緊張感も好きだし、私はまあどちらかというとなんかそっちにとても魅力を感じていますね。うん、結構大変だけどね。だってみんなだってライブはさ、こう DVD とかさ、歌番組ももちろん すごい素敵な華やかなさ世界だけどさ、やっぱりコンサートに自分の足で行って目の前で自分が好きなメンバーが踊ってるのを見たり声を出したりっていうのが、もしなんかいろいろ条件が揃っていけるならそっちの方が良きでしょ。もちろんね、難しいってあれもあるかもだけど、うん、当日券あるな。はい、前日当日券は完売してても絶対あるので来てくだされば見れます。優しいですね、鹿さんは。みーちゃんのお顔みたいな舞台見に来てじゃん今はちょっと外せないや。緊張感楽しめる、まあ、まあ好きじゃないけど、でも自分を追い込むことがとても好きなので変態かってなんかそういうのはあの好きです。そんなでストイックじゃないじゃできないからできないから頑張ってる。別にストイックでもなんでもない、私楽しいなと思ってやってるし。すごいみんなストイックとかめっちゃ言ってくれるけど全然、ああなんかありがてえありがてえやった、なんか得してるな私は本当にそう人と比べたら全然できてないからやるしかないなって感じなの。ストイックなイメージ。おお本当？ありがとうありがとうありがとう。でも私本当に心の底から楽しいと思ってるのにすごい。楽しんでるってすごい心配される。やっぱ顔が暗いのかな私。すごい心の中ではメールでもいつもさ送ってるじゃんみんなに、今日も充実してたとかさ、毎日なんかいろいろって楽しいとかさ送ってるじゃんみんなに。そうすごい楽しいと思ってるのにすごい心配される。大丈夫って、楽しんでるって、楽しんでやりなねみたいな。いや待って、そんなそんなって楽しんでますよって思ってるのになんでだろう。表情もっと明るくニコニコしているつもりなんだけどな。あー手書きだ。いやでも今思うと本当にもろもろ当て書きなんだなって。書面の時全然気づかなかった本当に。いやこうやってやり込んでいくと、いや本当に宛書きで腹立つなって感じ腹立ってないよ、嘘だよ嘘だよ気づいてなかった。そうなんだあのセリフとか
マジで私に対してそう思ってたんだと思って、これはや表情管理なんとかせなあかんって、茨城出身なのに関西弁になっちゃうよね。あー、私ってそういうイメージなんだと思って、いやー許せんわーとか言って。いや本当今回のやつもみんな関西出身の方が多いので楽しいです。とっても普段なかなか感じないこうなんか明るさとかを、人としてのなんか温かみみたいなのにすごく触れているなって感じ。アウキーさんいるの。何しに来たんですか。この間そのビスの撮影をさせてもらったんだけど、みんなのおかげでこうね撮影することができて、久しぶりにお会いしましたね。その時もアウキーさん来てくださって。イベントだからでした。こんばんは。お疲れ様です。お、キムチさん、くまちゃんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。お仕事お疲れ様です。あ、みんなでさ、今さ、アオキーさんにお願いってすればさ、もしかして私最終枠配信できないけど、アオキーさんパワーで私もしみんなでアオキーさんにごマスすればいいんじゃないこれ。最低。ダメ？ダメかな？いやそう、私できないんですよ最後のやつ。まあね、とても絶望なの。そうだ、今スリスリすればいいんだ。来たなこれ。嘘です、嘘です。全力で叩かれるよこれ、こんなこと言って。やばい。お、みんないいぞ。いいぞいいぞ、私はもう何も言わない、もうコメント欄みんなにも任せる。いいぞみんな、その調子だ。ダメだよ、切り取りダメだからね、本当ダメだよ、私が許さない本当に。裏から手を回す。ダメだよそんな、万が一奇跡が起きた時、これもこのあれが持ち出されて世間からぶったたかれてしまうよ、林岡部。ダメだよ切り抜き、やめてねみんな。茶番なんだからこれは。逆にオファーできなくなる。デジタルタトゥー怖いって言って。この責任は俺たち、あ、本当みんなが取ってくれるの助かる、ありがとう。いやいや、ありがとうね、すごい助かる、センキューセンキュー。みんな有事の際には皆さんよろしくお願いします。おー楽しいな、みんなありがとな、みんな楽しいぜ、えい。やめて本当にこれさ、共演者の方見てる可能性すごい高くなってきたんだからさ、やめてよ本当。一応今日も見ないでくださいって言っては見たけれど、ちょっと大いにあるからね、やめてよ、イメージが、私がせっかく作り上げたイメージが
溢れてしまう。飲んでないってば。だから飲んでないよ。そうだよ、やめて。ちょっとネタバレしない程度の今日の感想をね、見た人は言うんですよ、こういう時は。吹き出したの、そっち。あちゃあちゃバスローブにワイン、引かれちゃうよ。生ハムメロン生ハムメロンってどうなんだろうね。生ハムは生ハムだけで食べたいな。ほらもうすごい変ないじり方したから、舞台頑張ってくださいっていう、とても硬派なありがとうございます、頑張ってきます。ダメだよ、みんなそうやっていけないよ。絶対今すごい打ちづらかったと思う、この文章を。距離置かれたね。絶対頑張っていこう。明日もね、2回公演あるので頑張るぞー。あーひどーいひどーい、ダメだよそういうこと言っちゃ。あ、いいですね。あ、いいですよ。みんなそういう、素晴らしい。そういうコメントいいです。とても素晴らしい。おー、ほんと、明日。お仕事、明日お休みだったってこと？みんな。嬉しい。ありがとう。私も、頑張るー。次回は18日までです。あさってはお休みなんですけれど、あとは2回公演やってたり、夜だけやってたり。もう一番ね、暴動殲滅が疲れますね。何が一番大変って、腹筋が大変。一番腹筋が使いますね。本当にね、殲滅が大変なんですよ。暴動だと思う、見た人は暴動かなと思うかもしれないけど、私的には殲滅が大変。腹筋めっちゃ使ってる。T シャツ売り切れてないか。ああどうだろう、緑はね確か14日、ん、あれちょっと後かな。緑はちょっと一瞬切れてるみたいなんだけど、白はあるかな。でもなんかなくなってたって言ってたな。ありがたいですね。まだ私いただいてないです T シャツ。とりあえずパンフレットとあのクリアファイルいただきました。ねえ嬉しいね。とても気に入ってます、自分でも。わあとても嬉しい感想。あ、本当？ブロマイドも結構売り切れてた、だって。嬉しい。いや、ビジュめちゃくちゃいいから私もあれ欲しい。てか明日それもらえないかなとか言って本人だから
くれないかなとか思ってる。すごい好き。嬉しいですね。みんなゲットしてくれよな。何分だ。でもちょっと明日ね、その2回公演ということでまた準備もしないといけないので、ケアとかね。30分になったら今日はね終わりにしたいと思います。あれ、あれ、なんだこれ、こっちか。明日当日券ってありそうですか？うん、あるよ。全然あると思う。全然って言い方、多分あると思う。みなまんの収録もお疲れ様、ありがてぃ。うん、行きます。わーい。緊張しないの？緊張はしませんね。変わらないね。まあ、生で見たらあれだけど、やっぱ写真とかに写るとね、どうしてもなんか自分が思ってるより相当もっと絞らないと、写真写るときもあれなんだなと思った。もうちょっと絞んないとなと思ってます。ねえ、剥がれね、まあ、楽しみにしててください。ボディメイクします。でも今はちょっと無理。今は無理。もうクリスマスはもう許して、もうクリスマスは食べたいものも行きたいところも食べたい人もたくさん、食べたい人って食べたい人っておかしいね、一緒にご飯を食べたい人もいっぱいいるので、ダメ、無理、ジネズは無理、ごめん、無理。ねえ、ちょっと揚げ足取らないで。東京のイルミネーションあんまりまだ見れてないかな。あ、終わったら行く。いろんなところに行きたい。あと椅子買いたい。今今日もインテリアショップちょっと見れて、お仕事終わってその向かう途中で自分が好きなインテリアのお店にちょっと行けたから、そこで見て、あ、これいいなと思った椅子があったので、ちょっとまた見に行きたいですね。椅子、うん、なんか食卓に置く椅子とか。うん、休み、休み、休みが欲しい。回らないこて、なんか四つ足のやつ。ゲーミングチェア、うん、ゲーミングチェア私の部屋に合わないから大丈夫。あれ座りやすいの？ゲーミングチェアって。フランフランも好きだけど、でも今日いたのはフランフランじゃない。ゲーミングチェアは寝やすい。チェアは寝るやつじゃないんですよ。チェアは座る。寝具になっちゃってる。座り心地いい。うん、でも今あんまりね、パソコンに向かってずっと作業するっていう機会が今はないから大丈夫。水曜日は？なんだろうね、なんだろうね。あ、でもそうです、そうです、出させていただきます。
ごい衣装が何かいろんな意味で気になってます。愛のあちきのあちきの勲章を隠しておくれ。なんやろな、ゲーミング PC そこ。いや、ありますよ、もちろん。最近はあまりやってないけれど、ありますよ、もちろん。いろんなお仕事し、ね、確かになんかさまざまなお仕事をしてますね。ね、本当に多ジャンルじゃない？今本当にいろんなことやってます。まあ今は本番期間中だからね、舞台に立たせてもらってるけど、今日もいっぱい泣いてきました。泣いちゃったの？泣いちゃったの？かわいそうに。よし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 、お仕事が偉いねって。お仕事に関してはそんな偉いってことはないですよ。私はどっちかっていうと帰ってから家事をやってることを褒めてほしい。お仕事はもう好きでやってるので、うん、お仕事してる時が今一番楽しいですかね。やりがいがあるからね。いや、さっきもスーパーに行って、私はトマトを買った。トマトとほうれん草と鶏肉を買った。あと調理用のお酒とか買ったり、ほんとね、朝ごはんに前の晩につけておいた鶏の照り焼きを焼いて食べるっていうのが今楽しみなの。今日の朝食べたのはやっぱりね、1日以上つけてたからもういい感じに味が染み込んで最高の出来だったよ。ナイスだね。胸肉、うん、皮ついてるやつ、もう胸肉あんまり今得意じゃないな。でもそっちの方が多分ね、いいのはすごい分かってるんだけど、うん、朝一番しっかり食べたいね。料理酒とか使わない、バリバリ使う。なんなら何にでも入れちゃうかもしれない。めちゃめちゃ入れてる。フルーツ最近食べてない。いちごが出てくるのを待ってる。いちごがいいお値段で買えるのを待ってる。だから今はトマトを毎日食べてるよ。30分で、お、ナイスナイスタイムキーパー、 Thank you。 よし、寝よう、お風呂入ろう。すいませんね、もうゲリラでやるしかないっす。よいしょよいしょ。ありがとう。ガオー。私は怪獣だから。ガオー。未来モンスター今日久しぶりに未来モンスターってやった。最近なかったのよ。私は怪獣、ガオガオガオ。そんな歌はありません。ランキングを読みたいと思います。読みます。13位キャサリンちゃん、12位佐藤と、11位トモアグランプリさん、10位ロビーさん、9位キムテツさん、
8位超めんどくせい人さん7位ネスカフェさん、6位ポクレンパサランさん、あ、初めて読んだ気がする、ポクレンパサランさん。5位ジェリーちゃん、4位コリンくん、よし、じゃあ怪獣っぽく読んでみようかな。3位ボリレー2位デッチッチャー1位ジェイジー。どう、怪獣っぽかった？アクセス語？あ、そう、これ私が考える怪獣違う、あ、そう違う、そう、お、みんなが笑ってる、みんなが喜んでくれるならそれは良かった。またみんなのスマイルを作ってしまった、さすがアイドル凛岡部ヘビメタみたいだった、ちょっと違うんだよな、怪獣、怪獣だったんだけど、ほんとマジでマジで、あ、自分、私は怪獣出てるなって思っ、私は怪獣出てるなって該当する人は本当にショールーム見ないでほしいはい、終わりにします、おやすみなさい。明日は2回公演です、行ってきます。